ちゃんの記憶はあまりに遠い。マリアお姉ちゃんはライオンのぬいぐるみからサクタラを生み出したようには簡単にできない。私は死者の魂を蘇らせる大魔法をいつか必ず身につける。そしてそれを成功させられる唯一の鍵が、よりしろがこれなの。ほうほう、なるほど。その頭飾りにものすごい魔力を感じてたけど、そういうわけなのね。魔力？お兄ちゃんのこれに魔力が宿ってるの？エンジ様が宿らせている。とエンジ様の兄を呼び出したいという強い思いが魔力を与えている。確かに反魂は大魔法だけど、エンジ様はその魔法のために無意識のうちに着実に階段を登っているのは間違いない。嬉しいわ。私以外の人にそれを認めてもらえるのは。反魂の魔法に至るのと寿命を全うするのとどっちが早いかだけは私には保証できないけれども、でも挑む山の高さが高ければ高いほど魔女エンジ様はくじけることがなかったなら、きっといつか私たちの元の主ベアトリーチェ様に匹敵するほどの大魔女になれると思います。なれるかしら。大魔女になってお兄ちゃんを、うん、家族を蘇らせることができるかしら。反魂の魔女エンジェ教。反魂の魔女はかなりレアな魔女です。そんな魔女がご主人様なんてちょっと鼻が高いです。っていうかむしろそうなってほしいものです。家具の価値も主の格に比例しますので、もうベアトリーチ様さえ抜いちゃって天下無双の大魔女になってくださいね。煉獄の七姉妹を代表して心より応援申し上げます。グレーテル様、そろそろお戻りになられないと、ゲームの進行に差し支えると、で速やかにお戻りになられますようにお願い申し上げます。はあ、ありがとう。もう戻るわ。よかったじゃないですか。何が？バトラーお兄ちゃんに出会えて。皮肉。そう聞こえるならそういうことにしてもらってもいいですけど。ごめんなさい。言葉通りに受け取るべきね。ええ、そうよ。こんなおかしな世界であっても、お兄ちゃんに出会えて、心底に嬉しいわ。そして、お兄ちゃんのために、ベアトリーチ様に打ち勝つ？ええ。いつまでもこんな世界で遊ばれてちゃ困るもの。そろそろお家へ帰る時間なのよ。だから私が呼びに来たわ。せいぜい頑張ってください。私今の主はベアトリーチ様ですので、
応援はできませんが。知ってるわ。1986年10月5日まではあなたはベアトリーチェの家具よ。そしてやがては私の友人になるわ。そしてやがてはその友人を捨てるわけですが、何しろっ大丈夫？それ結構辛いわよ。失礼しました。グレーテル様。いいえ、ありがとう。嬉しいわ、お兄ちゃんに出会えて。あなたの最初の問いへの答えよ。じゃあ戻りましょう。私があまりぐずるとあなたが今の主人に怒られるわ。はい、ご理解いただけて助かります。それではこっち。マモ？調子はどうかしら、エンジ？ラムダ・デルタ、あなたにはルールの適用はないのね。当たり前でしょ。ルールは他人を縛るためにあるのよ。自分をそれで縛るバカはいないわ。それで、私に何かご用？まあね。あなたたちの会話に耳を傾けてたら、ちょっと面白い話になったんでね。あなたにちょっと、いい話を聞かせてあげようと思って。あなたは私の敵のはず。そのあなたが、私に得する話を聞かせる理由が思いつかないわ。つまり、耳を傾けた時点で負けということだわ。じゃあね、See you next time。 誤解しないで。私の相手はベルンであってあなたじゃないわ。つまり私とあなたが共に得をする話はあり得るということよ。悪いけど私には聞く気がないわ。そんなに身構えなくてもいいってば。私はあなたの誤解を解きに来ただけよ。いえ、ちょっと違う。ベルンカステルがあなたについた嘘を教えてあげようと思ってやってきたのよ。ベルンカステルが嘘？あなたはベルンにベアトを倒せば兄が帰ってくるような、そんな言い方をされたんじゃないの？さあ、あなたに話す気はないけど。
意味ベルンのその約束は嘘ではないわ。ベルンがそう約束したのならきっと、あなたがベアトを倒せば、バトラの両親も解放されて、あなたのところへ帰ってくる。何の問題もないじゃない。本気で？あの子は案外残酷よね。わかってて騙すなんて。私がどう騙されてるというの？今は何年？このゲーム版の世界のこと？ならば、1986年10月4日よ。その通り。ならば、あなたがベアトに打ち勝ったなら、台風が去った10月6日に、島に囚われていた人々は帰還する。1986年の10月6日にね。だから何？あなたの1986年の10月6日はどうだった？親戚の家にいたんじゃなかったかしら。ねえ、あなたの1986年10月6日にバトラお兄ちゃん帰ってきた？いいの？あなたがベアトを倒せばバトラは確かに解放されるわ。そしてお家へ帰るでしょうね。1986年のお家に。だってそうでしょ？バトラは1986年の10月4日から5日に閉じ込められているんだもの。解放されたらその翌日に帰るのは当然でしょ？そしてあなたは1998年の人間。バトラが帰ってこなかった1998年の後ろ宮エンジェル。意味わかる？何言ってるの、あんたは。10月6日に家族が家に帰ってくるなら素敵じゃない。私はすぐにおじいちゃんの家から帰るわ。そして私たちは出会う。めでたしめでたし。ええ、後宮エンジは家族に再会できるでしょうね。1986年に6歳の後宮エンジェルね。私って誰？後宮エンジェよ。18歳。違う、後宮エンジェじゃない。そういう名前の魔女の駒なのよ。厳密にはエンジェ・ベアトリーチェという名の全くの別人。意味わかる？ベルンは残酷だなって思うの。いいえ、意地悪だなって思うのよね。そういう経験なくもないくせにね。私、何か騙されてる。ああ、でもどうかベルンを責めないでね。だって、考えようによってはあの子は嘘をついてない。ベアトを倒せば家族が帰ってくる。後ろ宮エンジェのところに。でもその後ろ宮エンジェがあなたのことだとは言ってないだろうけどね。
初めから辛い賭けになることは承知よ。だって私の1998年には家族はいない。絶対のゼロが揺らぐわずかの可能性と引き換えなら私にはそれだけで価値がある。仮に復讐を成し遂げても徒労になるかもしれないと事前に脅されてるよ。その部分に嘘はないわね。ペアとのゲーム版は完璧よ。あんたが立ち回ったところでペアとが敗北する可能性なんて生涯に一度のみ夢見ることを許されるかどうかくらいほんのわずか。つまり限りなくゼロと見なせるほどに絶対に。その勝率はほとんどゼロ。多分ベルンがそういうお茶を濁した言い方になるのは仕方がない。でも、あなたに夢を持たせた点についてだけは騙してると言い切れるわ。だって、天文学的な確率を乗り越えてあんたが勝利できたとしても家族が帰ってくるのはあんたのところじゃない。この1986年に存在する6歳の正しい後宮園児のところに、あんたのところにじゃない。ベルンはそれでも100億のかけらをめぐり、あんたに一番マシの世界を探すでしょうね。そしてその彼女が言ったんじゃないの？手土産に持参するつもりだが、見つけられなかった。言ったわ。そろそろ気づいてきた？あんた、この戦いにご褒美が用意されてないのよ。いえ、それどころか、ベアトを打ち破ればゲーム版は消え去る。そしてその駒であるあんたも消え去る。あんたに享受できるゴールは完全に、いいえ、私の名において宣言するわ。この絶対の魔女ラムダデルタの名において絶対にないと宣言する。それがペルンの嘘だ。煙に巻いたと言うべき？あんたに救いがあるかのように誤解させた。私はそれを解きに来たのよ。つまり私はどう戦いどう勝利を収めようとも私のところに家族は帰ってこないの？ええ、帰ってこない。絶対に。すごいことよ。私に絶対が与えられたくて歴史的建造物を捧げた古代の王たちが何人もいたのに、私はそれを気前よくあんたにはプレゼントしちゃうの。これってばとっても素敵でキュートでマーベラスなことなのよ。でも一つだけいい提案があるの。私とあなたが共に得をする話はあり得るとさっき言ったはずよ。最初から私はそういう話をすると言っているわ。だから耳を貸しなさい。貸すしかないのよ、あんた。聞くわよ、聞いてやるわよ。聞けばいいんでしょ。することはないわ。だってよく考えて、今あんたはバトラお兄ちゃんに出会えているわ。確かに自らの名を名乗ることはできないけれど、それでも少なくとも魔女と戦うゲームの味方同士という位置にいつまでも永遠に一緒にいることができる。意味わかる？
コマの幸せは何？ゲームで遊んでもらうことだけよ。押し入れにしまわれて埃をかぶることじゃないわ。そうでしょ？話を少し変えるわね。実は私、このゲーム永遠に引き分け続けてほしいと思ってるの。終わらないゲームは永遠の鬼。ベルンを今度こそ屈服させる。未来永劫に開かれることのない絶対密室。レアとはね、一応は勝つ気がある。バトラーを屈服させるという勝利。でもね、実はそれも私には困るのよ。だってゲームが終わっちゃったら密室が崩れてしまうもの。だから私、バトラが屈服することだけはないようにある程度の手心は加えてるの。安心して、バトラが屈服しかけると私は彼の味方になったりもしてるのよ。ただね、どうもデア君のやつ、それにうすうす気づき出してる気がする。このゲームに自分の価値は永遠にないんじゃないかって気づき始めてる気がする。でもそこはさすが無限の魔女。ベアとはバカだから、それでもいつかきっと勝てる。それまで延々と無限にゲームを繰り返せばいいと楽観してるわ。金髪の女は大抵考えが足りないって決まってるものよ。この魔女のゲームは勝利も敗北もないってことなの？私が勝たせない、そして任せない。絶対に。ベルンはそれに気づいてる。そしてそれを破るために、最も強力な駒としてあんたを見つけ送り込んできた。このゲームを終わらせるためにね。このゲームを終わらせる？終われば駒の役目は？はっきり断言する。あんたは存在が矛盾してるのよ。自らの存在理由は、自らを闇に葬り絶望するため。負けられない、そして勝っても報われない。だから私は第三の選択肢をあなたに持ってきたの。そしてその選択肢は私とあなたの利害を一致させるわ。そう、永遠に引き分け続ける限り、この世界は崩壊しない。この世界は何？魔女とのゲームの世界。レアとバトラが永遠に戦い続ける世界。そして同時に、あなたが永遠にバトラと一緒にいられる世界なのよ。ベアトリーチ、ゲームを終わらせ、あなたとバトラの交流できる世界を終わらせようとするのが目的のベルンカステルに味方する理由はどこにあるの？あの子はあんたを騙してたのよ。自分の駒になればあんたが救われるかのようにごまかしてね。でも私はそこをごまかさない。だから言うわ、エンジン。私の駒になりなさい。私はベルンのように絶対にもらえない嘘のご褒美なんてちらつかせないの。私の駒となり、このゲームが絶対に終わらないように私に協力する限り、私はあんたにこの世界が絶対に続くことを我が名において絶対に約束する。それだけじゃないわ、ボーナスもつけてあげる。あなたに課せられているルール、それを取り払ってあげるわ。まあもちろん、私の駒になると誓ってもらった後のことね。
裏切れと言ってるわけじゃないんだからね。バトラが負けそうになったら全力で助ければいい。逆にバトラがベアと追い詰めすぎたら少し加減を変えてあげてほしいと、その程度のお願いをしてるのよ。大丈夫、バトラを裏切るほどの必要はないわ。バトラ一人じゃベアトには勝てない。だからベロンはあんたを送り込んだんでしょ。あんたが手を貸さない限りバトラは永遠にベアトには勝てない。え、とっても簡単でしょ。なさってるのよ。少しは静かにできないの。そう言ってるサタンが一番うるさいのよ。沈黙この愚昧が。ルシファーお姉様の方がうるさいです。文句が終わり。にぎやかにしていろとの仰せでしたが、これではさすがに。少しボリュームを下げさせますか。気にしないで騒いでてくれていいわ。教室の黄色い笑い声より100倍心地よいもの。エンジ様、早く次のページ。エンジ様は読むのが遅い。マモンは読書が好きなの。地味なことが一番苦手そうに見えるのにね。マモンが司るのは強欲、知識欲にもそれは通じます。ただし独占したがるので、本を与えると人に読ませまいと読書後に焼いてしまうこともあるのでご注意を。私は誰も知らないことを私だけが知っているのが好き。誰もできないことを私だけができるのが好き。だから勉強は好き。で、私だけが誰も知らない英知を独り占めしたいから。
司様、早く次のページ。あ、ごめん。疲れたわ。少し休憩させて。園児様、休憩だって。遊ぼう遊ぼう。園児様、遊ぼう。ウリュウ、エンジェ、お勉強どう？お勉強どう？やー！サクタロー！元気？ちょっと！私にもモフモフさせて！早い者勝ちだっていつも言ってるでしょ！あー！かわいいかわいい！ウキュー！潰れちゃうよ！七姉妹が揃ってる時に現れたのが運の月だ。おとなしくモフモフされてもらおう。もう、いっつもこんなにしてしまって。愚昧な姉と妹どもが申し訳ありません。サクタロもみんなに会えて喜んでるよ。どう、エンジェ。お勉強の調子は。ありがとう。まあ、そこそこには。ご丁寧にも、他のクラスで先にあった小テストのプリントが回してもらえたの。麗しい連帯感に涙が出るわ。とりあえず、年表を頭に入れるだけでも、まあ、多少はマシかしら。ウリュウ！エンジェお勉強偉い！いっぱい点数取れるよ、ウリュウ。お疲れ様。マリア、お勉強は全然ダメだったから、ちゃんと勉強すれば点数が取れるエンジェが羨ましいよ。ご冗談を。英語、ラテン語、オカルトの知識。そんなのを丸暗記できてるお姉ちゃんの方が、よっぽどすごいわ。マリアは魔法のお勉強は何でも覚えられるけど、つまんないお勉強は何も覚えられない。だからテストでも何も役に立たない。確かにオカルトの知識はどうかと思うけど、英語なんかは成績に結びつくんじゃない？小学校1年生の時、国語のテストで鉄砲のイラストの脇に四角が4マスあって、そこに名前を書きなさいって問題があった。ライフルって書いたら罰だった。どうして？合ってるじゃない。鉄砲が正解だって。カタカナは小学1年生では習わないからダメだと言われた。マリアはよくわからないから、その日以来テストではすべてひらがなで書くようにしたよ。でもなぜかママには怒られる。先生にも怒られる。お姉ちゃんは多分生まれる国を間違えたわ。ならマリア、魔女の国に生まれて魔法学校に入りたかった。うん。そうしたらもっともっと素敵な魔法の友達がいっぱいいたかもね。ウリュウ。でも別に今は何も気にしてないよ。だって魔法はいっぱい使えるし、魔法のお友達もたくさんいる。マリアにはサクタロがいれば十分だもの。僕だけじゃないよ。サクスケもサクキチも動物の音楽隊もアザラシの下田くんもウサギのサナエさんも子豚のビゴーくんも他にもいっぱい。七姉妹は仲良くやれてる？本当に賑やかな姉妹たちよ。たまに物騒なことを言い出すけど、
悪くないわ。本当は朔太郎みたいな可愛い子が良かったんだけど、今は彼女たちと一緒でも十分いいかなって思ってる。もっと私の原初の魔法を学んだなら、きっとエンジェの好みの友達を生み出せるようにもなるよ。今のエンジェに想像はまだちょっと難しいね。想像と召喚は違う。そして暗号もまた違う。お、やっぱり一番の願いは家族を蘇らせること。うん、よりしろは持ってるよ、これ。そうだね、その髪飾りならいつかきっとバトラーを呼び出す鍵になるよ。あとはエンジェの修行次第だね。それがいつまでかかるのかわからないのが泣けるけれども。オーリュー、辛くてもしっかり。エンジェが諦めなければ絶対に、絶対にいつか叶うよ。絶対に叶うという保証を誰かがくれたなら。ウリュ、なら僕が保証する。エンジェはいつかきっと必ず願いを叶えられるよ。ありがとう、気休めでも嬉しいわ。気休めじゃないよ、ウリュ。ダメだよエンジェ、そういう感情は反魔法の毒素になるよ。夢は必ず叶うって気持ちが一番よく芽吹く魔力の種なんだよ。そうね、ごめんなさい、お師匠様。エンジ様は少し強欲さが足りないわ。欲しいもののためにはどこまでも、手に入れるまで絶対に諦めないという根性が足りない。無理。そんなことないよ、エンジェは頑張ってるよ。ありがとう、朔太郎、アモ。泣き言なんて何の足しにもならないもんね。私にはただ頑張るしか道はないのよ。努力するわ、歯を食いしばってね。そして必ず夢を叶えるわ、絶対に。無理。エンジェ偉いよ、頑張ろう。僕もママも応援する。ええ、応援します。主が強欲であればあるほど、私たちの価値も上がるというもの。それよりエンジェ様、せっかく10人も集まったんだし、みんなでしりとりでもして遊ぼうって提案がありまして。負けたら罰ゲーム。私に耳をかじらせて。もう、あんたの頭には食欲以外ないの？グマイどもの愚かな提案をお許しください。そろそろ勉強に戻られなくても大丈夫ですか？やだやだやだ、ずっとお勉強終わるの待ってたのに遊んでもらえないなんてやだ。悪くない提案と思います。たまには遊ぶのも頭の良い柔軟になるかと。ベルフェが司るのは怠惰だっけ？もっともらしいことを言ってるけど、うまいことを言ってるわね。失礼しました、エンジェ様は勤勉でおられる。エンジェさえ良ければ私もみんなと遊びたいな。みんなでワイワイ、きっと楽しい。ウリュー、エンジェエンジェ、遊ぼう遊ぼう、みんなでしりとりをやろう。では朔太郎のウリューからスタートで、この場合何からになるの？リュ？ユ？ウリューから？あー、なんだろうね、やっぱりリュ。こんなおかしな語尾の単語が出てくるなんて滅多にないし。じゃあ私が一番、リュッから行くね。時計のネジのリューズ、
私が一番に言いたかったのに。リュートの方が素敵。図？なんだかさっきから難しいのばっかりね。というか順番どうなってるの？次は誰？ウリュ。誰でもいいと思うよ。思いついた人順でいいよ。何それ、面白いね。いっぱい言えた人が勝ち。早口しりとりだね。じゃあ私行くね。ズッキーニ、ニンニク炒め、ベトブのパスタ、どれも美味しそう。あ、3つも行っちゃった。ベルゼ3点獲得っと。接続詞はありなのか。のがありになったら何でもありになっちゃうわ。最後のはダメよ。一点減点。目からよ。じゃあマリアね。メレンゲ。ゲ？おりゅー。下水道埋め立て地地下室。ざっとこんな感じ。お姉さま、なんだか品のない単語ばっかり。な、何よ。じゃあ品のいい単語で続けてみなさいよ。とにかく私3点ね。次はつよ、つ。こんな変なしりとり初めて。うんうん、面白い。ウリュー、全然わかんないけど面白い。ウリュそれが私の夢。そうよ、私はそれを叶えるまで絶対にくじけない。エンジ様はきっと大魔女になられます。あなたがそうだと信じるだけで、我ら煉獄の七姉妹はその日まで常におそばにお仕えするでしょう。いてくれる？いつまでも私の力になってくれる？当然だって、私エンジェ様の友達じゃないですか。ええ、そうね。常に全員揃ってみんなで遊びましょう。今もこれからもずっとずっと。エンジェ様が夢を叶えられる日まで。マジ本当、どういうわけ後ろ宮さん。あらかじめ問題が分かってたら普通楽勝じゃない？楽勝。さすがの私たちも空欄に答えまでは書き込みませんでしたわ。その程度はお勉強してくれると信じてましたから。何これ、ちょっとマジこれ信じらんない。ほとんどダメじゃない。あんた本当にちゃんと予習したわけ？一応。一応ってレベルじゃありませんことよ、後ろ宮さん。ここまでひどいと私めまいすらしそうですわよ。おう神よ、こんな簡単なテストすら無残な成績を残し、
クラス全体の平均点をガタ落ちさせる彼女をどうかお許しください。ねえ、聞いてる？後宮さん。相変わらずおかしな学校ね。自分の成績が良かったなら万々歳じゃないの？連帯責任とやらのせいでしょ。彼女らにとって自分の成績がどうこうじゃなくて、クラスの平均点が低くて恥ずかしい方が問題なのよ。あるいはその結果、罰則として与えられる奉仕活動が嫌で嫌で仕方ないのかもしれない。それってつまり成績を良くしたいから勉強してるとかじゃなくて、連帯責任や奉仕活動が嫌だから勉強してるって意味？妬ましくて恥ずかしいのよ。誰かより劣りたくない、恥ずかしめられたくない、そんな気持ちだけが彼女らを勉強に駆り立ててる。勉強がしたければ勝手にすればいいのに、騒がしい奴ら。つまるところ、連帯責任も奉仕活動もなければ彼女らは勉強などする気もないわけだ。勉強の意味も知らず勉強することの、なんと愚かしいことか。しかし、本当にこいつらはうるさくてバカバカしい。エンジェ様の貴重な昼の一時を邪魔するなと言うのに。こいつら嫌い！早くどっか行っちゃえ！お腹すいた！早く消えちゃえ！ごめんね、みんな。人間ってのは、どうしてここまで浅ましいのかしらね。自分で努力するより、エンジ様に努力させる方が、楽で強欲に平均点を稼げるってことでしょ？人間なんて、みんな強欲。そして、より楽なようにそれを強いる。こいつらとはやがて煉獄の山で再会するわ。第五感を抜けるときはせいぜい己が足元に注意することね。Thank you.
言ってくれれば私たちいくらでも教えてあげたよ。ねえ。後ろ宮さんの悪いところはね、協調性がないところなのよ。自分さえ良ければいいって思ってる、その考えがいけないのよ。セールチーヤの学び屋に集う者は協調の心を持つように。ちゃんと生徒手帳にも明記されてましてよ。協調性があればクラス全体に貢献するために一緒にお勉強しようという意思も生まれると思うの。そここそが後ろ宮さんにお勉強以前に欠けている部分だと思うんだけど、どう思うかしら？ねえ、さっきから私たちの話を聞いてる？あなたのために私たちはわざわざ放課後に残ってこうしてお話ししているのよ。迷惑をかけたってのは根本じゃないでしょ。協調性でしょ、協調性。もうなんで後ろ宮さんの反省文の書き方まで私たちが指導しなくちゃならないのよ。ねえちょっと、私たちが言ったのをそのまま書いても意味ないのよ。あんた反省って意味分かってんの？自分の言葉で書かなくちゃ意味がないじゃない。自分の言葉で書かなくちゃ。後ろ宮さんってちょっと不思議な子だなって思ってたけど、やっぱり変わってるよね。読み上げなさいよ。後ろ宮さんのためにこれだけの人間がこんなに遅くまで付き合ってるのよ。少しは感謝したら。そこで感謝の気持ちが湧かないという時点でもう協調性が欠片ほどもないのよね。大丈夫よ後ろ宮さん、これからは私たちがいつも一緒にいてあげるから。一緒にお勉強して生まれ変わりましょうね。Ha ha 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 ha